はい、ガチンコマッチクラブの動画をご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。今日はですね、ガチンコマッチクラブのミスター M さんのこの動画とコミュニティがどのようになったか、ちょっとねご案内したいかと思います。まずはですね、ミスター M さんの動画チャンネル登録者数が現在108名ということで、ここね1ヶ月で急増したなっていう風なね印象がありますよね。で、同時にですね、ミスター M さんが初のコミュニティスタートしたんですよね。ガチンコマッチクラブ第1期生募集ということで、限定の LINE グループを設けてくださいました。今日で2日目になります。LINE の募集をしてね。で、2日で、なんとですね、8名の方が在籍してらっしゃるという LINE グループになりました。これすごいですね。まあ、もうちょっとね、募集人員10名前後にはすると思うんで、あとね、お一人かお二人か参加できると思いますので、ご検討中の方はね、お急ぎくださいということでございます。で、今回ね、私の方がこのミスター M さんにちょっとね、プレゼントといいますか、メッセージを送るとしたらですね、この今145話まで作られてるんですよね。145話、だいたい1日に1つ動画を出してくださいましたんで、そうですね、30日かける4で120じゃないですか。そうなるとですね、4ヶ月以上この毎日毎日コツコツ動画をずっとねお送りくださって、しかもその大半が1分でできるエクササイズなんですよね。で、中年のデブが、100キロ超えのデブがやるぞって感じで、ミスター M さん自身がね、自分をモデルにしてトレーニングしてくださってるんですよ。で、私も途中でね、何回もコメントしたんですけども、体がやっぱりできてきてるんですよね。で、最近の動画の中で、懸垂しながら背中が見える、そういうようなね、動画あったんですけども、これ限定公開だったと思うんですけども、いや、背中の形全然違うんですよ。途中ね、トレーニングの途中で、なんか力を入れると、このお腹にね、腹筋に線ができてるみたいなね、ちょっと半分ギャグみたいなことやってたんですけども、現在はですね、ちゃんと腹筋にこう横線が入ってるんですよね、エクボみたいなのが。いや、だからね、動画の方も継続してずっとやってると、コミュニティの長になれるわけですよ、リーダーに。これすごいことですよ。ミスター M さんのファンの方が一つのグループに入って、ミスター M さんが温度をとって、規模は違いますけどね、私のやってる速稼塾みたいにミスター M プログラムみたいなんで筋トレとかを教えてくれるんですよね。これすごいなと思いますね。で、もう一つ、継続することでやっぱり体もできてくるんですよね。体もやっぱり動画を撮らないといけないんで、体できてくるんですよ。毎日毎日やりますからね。で、これビジネスも一緒なんですよ。ビジネスもずっとやってると必ず、ファンの方ができてね、一緒にビジネスやっていきたいっていう方もできますし、毎日ビジネスの発信してるんで、やっぱり発信してる方も得意になって鍛えられてくるんですよね。ということでね、今日の結論まとめなんですけども、YouTube とかインターネットを使ったビジネスで稼ぎたいなと思う方、もしくは自分のグループを運営したいなと、いろんな自分の関連するね、仲間を作っていきたい、部活を作っていきたいなと思ったら、やっぱね、継続なんですよ。ミスター M さん4ヶ月ちょっとの継続でここまで来たわけですよね。ですんで、裏を返せば4ヶ月継続できる人がどれだけ少ないかってことなんですよ。改めてね、ここで継続することの大切さ、しかもその継続の密度もやっぱり気をつけていかなければなりますよね。その辺もね、合わせてミスター M さんの歌というかね、口ずさみ、鼻歌、尾崎豊さんの卒業の方をね、動画概要欄からご覧いただければと思います。こちらの方からね。で、ガチンコマッチクラブ第1期生はもうちょっとで締め切りなんで、今のうちにお申し込みください。それでは失礼します。